伊予国松山城本段一国一条例は、慶長20年うるう6月13日に、江戸幕府が制定した法令である。諸大名に対し、居城以外のすべての城の破却を命じたもの。土井都市勝、安藤重信、堺忠代,代の連番のもと、徳川秀忠が発令したが、法令の立案者は、大御所、徳川家康であった。内容は、 一国に大名が居住あるいは成長とする一つの城郭を残してその他の城はすべて廃城にするというものである。この場合の一国は両政国と大名の両国の両方の意味を持っている。目的は大名、特に西国諸大名の軍事力を削減するためであり、数日のうちに約400の城が壊されたという。発令されたのは大阪ののすぐ、 後であり、幕府に対する反乱は、もちろん、大名同士の戦争も封じるためのものである。この法制に、各大名はそれぞれに対応し、文家統制の目的で、積極的に動いた藩や、領違いで移転した先に城がなかったため新築せねば、ならず困窮した藩、一部の城を破却せず密かに維持した藩など、様々である。毛利氏は、数王国、 長戸国の二両政国で一条という形になった。毛利家では、長戸国の萩城を残して、岩国城などを破却し幕府に報告したが、幕府の反応は、毛利家は、巣王国、長戸国の二国だから、巣王国の岩国城まで破却する必要はなかったはず、というものであった。幕府への遠慮や毛利家内部の市販統制上の思惑もあり、 先走って破却が行われたと考えられている。鍋島氏は、非全国の一両政国で一条という形になった。五州二党の大使と呼ばれた龍造寺氏は、非全国にも多数の城を持ったが、鍋島氏は、佐賀城を残してすべて破却した。もう年へ同様、四半統制上の思惑もあり、積極的に行ったとされ、三四半の城主格昇進を妨害して騒動も、 起きている。蓮池藩と義藩は無情だが、鹿島藩は、鹿島陣屋を成長とした。岡山池田家は、備前国、備中国の二両政国で一条という形になった。姫路藩の時代には、張馬国に、姫路城の他に、阿公城を持つが、岡山城で、執政代行を務めた年高が、備前国の諸城を破却した。三政が姫路から鳥取を経て、 岡山に戻ると、領内に残されたのは、岡山城のみであった。文家の戦下藩や岡山神殿藩は無城、山崎藩は陣屋大名である。また、三つ以前に、鳥取を領した別家は、備中松山に移されたが、長爪の代で海役となり、備中国の備中松山城を失った。黒田氏は、福岡城のほか、 船下の細川市に備え、国境に六誕生があったが、すべて破却した。秋月藩は格、城主閣、農型藩は無城大名である。島津市は、鹿児島城以外の城はすべて破却し、それに代わるものとして、島津屋独特の軍事、行政制度である画城に、ふもとを置いた。ふもとには、オカリア、地頭カリアといわれる、在地役所を中心に、その周囲に、地頭の配下である。 孔氏屋敷の集落が形成された。山内氏は、土佐国内にあった長蘇壁氏や土佐七尾の城をすべて破却し、高知城のみ残した。七尾の高蘇壁氏や岸の城を破却した後には、代わって土井と称する秋土井などの重心屋敷や大干渉を置き、移民である一両部族の反乱を封じた。上司は高知城下に集中させ、孔氏は在京に分散させて、 土井の監視下に置く、高知半独自の封検体制を取った。いい氏は一条例の前に、彦根城を築くにあたり沢山城はじめ大江の諸城を破却している。結果として、彦根城しか残らず、大老も出す、不代筆頭のいい氏が諸大名に一条例を守る、手本を示した格好になった。筆頭家老、木又家は一万国を領しているが、陣屋を持たなかったため、月の大半を、 彦根城の西の丸見えやぐらで執務を行っていた。尾張徳川氏は、尾張国、美濃国、三河国、信濃国の四両政国で一条という形になった。一条例に先なち清須越しが行われた際に、清洲城も破却された他に、尾張国内の諸城も壊され、尾張藩は名古屋城のみとなった。不我ロの成瀬氏は、犬山城を持つが、 独立色が強く幕閣と直接交渉する等で、尾張藩と何度も対立した。さらに、犬山藩3万5千国は、尾張藩の国高とは別であること、尾張藩には違法、数造、除人の権限がないこと、2004年まで、なるせ氏が、個人所有したことから、名古屋藩の市場とは言いがたい面もある。また、後に、名古屋藩連氏が、 道の区国両側に入ったが、城府大名とされたことから、上杉氏重臣が保持していた、伊達軍の柳川城が一部を残し破却され、過労の陣屋が置かれた。ガ茂氏は、家康の娘婿であることもあって、若松城の他に、越後国東神原に、津川城、道の区国に、日本松城、道の区国に、白川小峰城という具合に、旧領主。 上杉氏の諸城を保有し続けた。加藤氏は、ガモより所領が小さく、津川城を失い、星名氏は、さらに小さくなったので、若松城のみとなった。会津松平氏は松平に改正後に、預かり地五万国余りを得て、範域が、道の区国と越後国にまたがるが、津川城を再築城することはできなかった。また、追記途中だった高座市場は建物を、 ア津若松城に一部移して破局されたが、上杉・影勝が、ア津若松城に抱いた、知政学上の懸念もア津戦争で試される結果となった。堀尾氏は、出雲国、沖国の二両政国で一条という形になった。堀尾忠春は、松江城を残し、出雲国の合算戸田城、沖市の巨城だった、沖国にある島後の国風城、島前の美伝城などを破局した。 また、治療以外にも、寛永九年、幕府により、丹波亀山城を破却するように命じられるが、間違って、伊勢亀山城を解体してしまった。後に偶然ではあるが、堀吉の子孫である、石川の之が、伊勢亀山藩に入る。松浦氏は、一国、非全国の二両政国で一城という形になった。平戸氏は、一岐五代の志佐氏にとって変わった畑市の騒動に、 介入し、一岐国を支配した。北松浦軍と壱岐を持ち、松浦東最大の勢力となったことから、松浦氏を名乗る。一条例より前に、非全国の平戸城、及び一岐国の勝本城他の諸城を破却しており、一国以上を持ちながら、陣や大名となった。元六十六年に、平戸城の再築が許可されるが、江戸時代中期に築城が再火されたのは異例である。 畜後一国を持つ田中氏は柳川城を残して畜後国のすべての城を破却した。そのため久留米城も破却されてしまっており、赤松有馬氏は21万国でありながら無城となった。有馬氏には久留米城の再建築が許可されたが、元禄四年四代、頼元の代になってようやく完成を見る。佐抜一国を持つ伊古馬は高松城を残して、 佐ぬ帰国のすべての城を破却したと報告した。ところが、イコマ騒動が起こりイコマ氏が、では国野党、反一万国に転放された後に、丸亀城を樹木で覆い隠した地入りを厳しく、制限し、実は破却していなかったことが露見した。その後、イコマ氏は、大名の地位を失い八千国の交代寄り合いとなる。単語一国を持つ京国氏は、宮津城を残して、 田辺城や吉原山城などの単語国のすべての城を破却したと報告した。後に、京国家は分割され文家により田辺城は再建され、吉原山城山麓には峰山陣屋が置かれた。この法制は、画一的に実施されたわけではなく、大半では、大臣の一門や家臣が実質上の城を持ち、現実には複数の城を維持している例も見られ、 かなり弾力的に運用された。特に範囲域が広く、実例化の多い大湯、北陸の大名にこの傾向が見られる。前田氏は、加賀国、能登国、越中国の三両征国で二条という形になった。最初は、加賀国に、金沢城、能登国に、小丸山城、古市中国が尽力して回避しているに、と山城があったが、この例により金沢城のみを残して取り壊された。 しかし、徳川将軍家に親しく、加賀百万国の報道を任されていた、前田俊爪は、特別に幕府より許され、加賀国に小松城を築き、俊爪没後も高岡城のように取り壊されることなく、幕末まで続いた。小松城は、金沢城の約2倍の城域を持つ巨大な城で、他大名の第二の城とは一線を隠しかが百万国、前田家の威勢を遺憾なく示した。 鳥取池田家は、稲葉国、宝紀国の二両政国で三条という形になった。鳥取城、米子城、倉吉城。鳥取池田家は、将軍家の親戚でもあることから信用が絶大であり、盲都市への備えの点から三条を許されたものと考えられている。他にも、黒坂藩の関和政が開域になった後、その居城であった黒坂城も、陣屋として、 重心を排している。紀州藩は、紀伊勢の二両政国で五条という形になった。和歌山城、松坂城、田丸城及び田辺城、シングル城。五三屋の一つであることから信用が絶大であり、紀内守護、西国諸大名への備えの点から五条を許されたものと考えられている。 当初のオバマ藩は、京国氏の元若狭の一両政国で二条という形になった。後瀬山次郎が主条となるが、若狭西部大井郡の高浜城の存続も認められた。徳川家の親族であることや先行を鑑み、機内守護、良好及び、回路の警備の点から許されたものと考えられている。京国家が出雲へ転覆されると、 直領主となった坂江家により高浜城は廃された。加賀ま田市に次ぐ大半だった高田城75万国の松平忠輝は、信濃国川中島の海津城に花石を入れたほか、越後国の下越にある村上城や柴田城を、より大名の城として放置している。また、上杉市、堀市の中越と北進にある城も、複数を破却せずに残しており、後に、 越後松平氏が海域になって、越後と北品のが、昭藩に分割統治された折に、長岡城や飯山城が使用されている。一方で、糸井川城は、越後騒動で、当事者である小木田氏の居城だったためか破却されている。越後少々家月き画廊の大久保氏は、佐渡奉行も務めるが、佐渡国の断風城や、鶴子陣や葉持城を破却し、 新たに築いた、相川陣屋で政務を行った。また自身の領地では、武蔵国の八王子城がすでに、小田原征伐で落城しており、八王子陣屋を構えた。結城秀康は、越前国と下佐国結城他で67万国を持ったが、松平忠直の代に、下佐結城を失い、越前周辺のみとなる。北の省城の他、譜賀楼の両本だしが、 丸岡城と越前府中城を持ち、それ以外の城を破却した。ただなおの海役後に50万国で入部した松平忠政が福井城と改め、本田成重が丸岡藩の大名として独立する。本田富生は福井藩の家老となり、府中城の一部を破却、改修して、お立て、御茶屋と改めたが、実質は天守に相当する二層の矢倉のある城である。 福井藩はその後も騒動が頻発して、さらに25万国になり、越前一円領有ではなくなった。領地当て外城が、国名の越前少将から、城地名の福井自重になるなど価格が下がったが、福井城と藤垣茶屋を維持した。また、越前系の大名たちを総称して、越前松平氏、越前松平家と称する場合もあり、松江松平氏の松江城。 前橋松平氏の馬屋橋城のように一族で複数の城を所有している。佐竹氏は、出和国の一両政国で三城という形になった。久保田城、大館城、横手城。出和国は他の両政国と比べて広大で、佐竹領も出和国の半国とはいえかなりの面積がある。ため、また大大名であった佐竹氏を原点法する見返りに、 正常が不安定だった地区の持ち場を許したとも言われている。伊達市には、家臣片倉市の白井城があった。また、仙台藩ではさらに、溶岩などと称して、実質上の城を多数維持し続けた。枠屋溶岩には、今も、天守代わりの二層の住みやぐらが現存する。内分分地の岩出山伊達家は、岩出山溶岩を持つ万国売信である。一方、 伊てはじめ門の一の関伊て家は、一の関要害の地一の関ジュニアを置いた。上杉氏は、出羽国を板間軍の米沢城を本拠としたが、道のく国忍部軍の福島城には本城氏道のく国立軍の柳川城には須田氏を入れて、新立領軍を統治させた。1664年の藩地以後も福島城は、破却されることなく、天領及び、堀田氏を経て、 1702年以降も、板倉市の居城として機能した。一方で、柳川城は、柳川藩に入った終わり藩連氏が、城府大名とされたことから、矢倉や城主館など一部を、過労の陣屋として残し、残りの建物を破却した。穂原城は、漢方2年に、白川藩の穂原陣屋として再建されている。出羽国を板間郡にあった、あゆい城、荒戸城、 中山城、小国城などは、伊達氏が、要害と称したのと同様に、上杉家では、役屋と解消して維持し続けた。ただし、一条例からも、官文半地からも、相当の年数が経過している点から、幕府に遠慮したためではなく、城主の治療や、経費削減を目的とした、解消の色合いが強い。また、立山城は、破却とは逆に石垣が、上杉家により、 新たに気づかれたことが近年の発掘で判明した。ダコム説という1616 16年以降の積み方になっている。道場は現内演部以降の幕府停止税図や藩の記録に城山、古城などと記載があり、今後の研究課題とされている。広島藩では福島市により、秋国は広島城、瓶乏国は神戸城を残し破却されたが、 キーから移った朝野市の所領は、福島市より、強小なため広島城のみ所有した。ビンゴ国の三原用外は、一条例より前に、福島正幸が追放されてから廃城となっていたが、発令後に、福島市は破却した、友城の矢倉を密かに移築したとも言われる。小早川氏が気づいた、天守台があったが、朝野市は、福島正則の海域で警戒した点や、ビンゴ国内に、 家康聖母に連なる水野市の福山城があったせいか、実際に天守が建築されたことはない。筆頭画廊の朝の家が入り、要害と称するが実質は土塁、矢倉屋敷のある城である。市販で大名の三次藩と広島神殿藩が、陣屋や、無城であることからの遠慮もあるとされる。市販の和光藩は、日立国に、笠間城の地張間国に、 阿公城を持ったが、海域となっている。このほか熊本藩細川氏家臣松井氏など、大名の家臣でも特に幕府に対して功績があった、ものの子孫の居城は、例外的に廃城の対象外とされた。熊本藩では、矢部城などを破却し、熊本城と麦島城の二城になった。1619年、麦島城は大地震によって崩壊したが、 幕府は二条体制の維持を許可し、別の場所に八代城が築かれた。幕府が築城を認めたのは、島津市に対する備えのためとも言われている。これにより、安土桃山時代に三千近くもあったと言われる、城郭が約170まで激減し、結果として、家臣団や領民の城下町集中が一層進んだとされている。大名の勢力を統制して、徳川家による、 全国支配を強化することを目的としており、特に戸様大名の多い西国に徹底させた。ありがとうございます。